プライス、この間の情報は助かった。合衆国はあんたを殺すか捕まえるよう命令を出しているぞ。行列待ちになりそうだな。マガロフの爆弾製造者ボル君がパリにいる。逃げられる前に捕まえたいが間に合いそうにない。この件はお前に任せたい。分かった。ジャスはフレンガート工業を隠れ蓑に大量破壊兵器を運んだ。こっちはそのヨーロッパ本社に向かっている。フランスの特殊部隊がボルクの居場所を特定し、 GIGN が敵陣で追い込んだが釘付けになった。で、俺たちに何とかしろと。必要に応じてな。だがボルクは必ず生け捕りにしろ。
機だ。ここはまるでモスクワだ。航空支援がいる。オーナー、こちらメタルゼロワン、地上攻撃を要請する。了解だ。メタルゼロワン、高度1万2000フィートを旋回中。目標の指示を。目標確認、退避せよ。線の反応はない。マスクを外していいが、気は抜くなよ。気づかれるんじゃないぞ。ライトは一つだけです。分かった、ついてこい。離れるな。メタルゼロワン、味方のトラッカーがそちらの現在地を見失った。カタコンビに入った。目標に向かって進行中。了解だゼロワン、レンジャーの緊急展開部隊を送る。位置が分かるよう経路にフレアでマーキングしろ。ゼロワン了解。以上。クソみてえな匂いだな。はい、でも死なないだけマシだ。オールクリア、転身だ。 GIGN の本体はどこ。昨夜サトリーに転身が化学兵器で攻撃され、部下の大半が数分でやられた。俺の友人もサトリーにいた。やりきれないな。ボルクには罪の代償を払わせてやる。償わせるさ、隊長。俺がこの手で。ようこそ。気を抜くな。こっちだ。よし、ボルクはこの先にいるはずだ。距離100メートル。何人分の遺体があるんだ。わからん。だが仲間入りはごめんだぞ。オーバーロード、重要人物を発見した。追跡中。了解だゼロワン、
外れるな。ボルクは生け捕りにするんだ。マカロフにつながる唯一の情報源だからだ。グズグズするな。トラック、ボルクを捕まえて、こちらに向かう。了解、ラプター2が回収する。